今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は京都生協の宅配ですね、コープの、商品でございます。国産野菜の五目あんかけラーメンでございますが、これがね超おすすめなんですよ。めっちゃうまいんですよ。ちょっとねあれもやしをねだいぶ追加したので、とろみ加減が若干シャバってなってますけれども、これあれもやし入れへんかったらめちゃめちゃトロトロなんですよ。でこれ天下の金麗さんの冷凍のラーメンなので、それはもう絶対うまいでしょうという感じでございますね。でもね、しょうもない中華料理屋、まあ、中華料理屋さんに悪いですけど、そこらの中華料理屋さんであんかけラーメン食べるんやったら、もうこれこっちでも十分ちゃうかなというか、こっちの方が美味しいのではないかと僕は思うぐらい、このラーメンのファンでございます。もう超リピートしておりまして、まあ、おかん母親に、亡くなったら買っといて買っといてって言ってるんですけども、2食で498円なので1食250円なんですね。いや安いですよね。食べに行ったこれ800円ぐらいしますよこれ。で胡椒投入、しまして、いただきます。これこういうの胡椒合うんですよね。これ今度一回もっと野菜炒めみたいなのをガッパーと入れて、後乗せにしてトロトロを入れながらも、という感じにしたいと思っているんですが、いつの日かで酢を入れて、本来的にとラー油を入れたらあれみたいになると思うんですよ。サンラータンメン、になると思うんですが、ラー油が打ち切れていたので唐辛子をガンガン入れました。これ煮込んだらねもっと辛みが出て、よかったんやろなと思うので、もう早めに先に入れといたらよかったなと思ってたんですが、まあ、ちょっと、唐辛子などでサンラータンメンの辛さとはまた違うんですが、いや酸っぱくて、美味しいサンラータンメン風になりました。この味変もいいので、もうこれぜひですね、生協さん、店でも売ってるのかな、もう基本うちも宅配でお願いしてるんですけれども、店で見かけたらいっぺん買ってみてください。1食250円と信じられない、ぐらいのクオリティでございます。1日のね3分の1の野菜が入っているらしいので、それも嬉しいところですね。というところで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。